いやどうも、田舎で動画編集ライフの柳です。今回はですね、動画編集始めて1年目の月収暴露しますっていうテーマでお話ししていきます。この動画はですね、これから動画編集を始めてみたいとか、今の生活を脱却したいとか、何か副業を始めたいとか、そういったことを考えている方にとって有益な情報になるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。動画に入る前に簡単な自己紹介をさせていただきます。柳と申します。今現在青森県に住んでおりまして、人口5000人もいないような本当の田舎に住みながら生活をしております。2020年に副業で動画編集を始めて、2021年には脱サラに成功して、今ではですね、月収100万円以上稼いでいるっていうような状態です。仕事自体は有名 YouTuber の方の編集だったりとか、企業の YouTube チャンネルの運用編集ですね、それからデザインのお仕事とか、 LINE 公式アカウント L ステップの構築運用も行っております。それ以外に動画編集スクール AIM クリエイターズカレッジの講師もさせていただいております。そんな感じで僕は田舎に住んでるっていうこともあって、オンラインでできる仕事を選んで、ここまでどんどん積み重ねてきたっていうような感じになっております。今回はですね、1年目僕がどういう風な仕事をしてたか、どれぐらい稼いでたか、そのあたりをお話しできればなと思っております。それでは行ってみましょう。このチャンネルではですね、動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。ということでですね、動画編集を始めて1年目の収入ということで、結論ですね、1年目の最後の月に関しては25万円以上稼ぐことができました。ただですね、残念ながらこれに関して言えば、僕の場合はもともと動画を作るっていうこと自体が好きで、仕事にする気はなかったんですね。好きなので作ってました。そこからコロナとかもあって副業始めようかなってなって、やってみた結果1年でそれぐらいいったっていう感じですね。もう一つ条件を加えるとですね、僕の場合は最後の方はスクール入ったりもしてたんですけど、最初の1年間はほぼ独学で全部やってました。あとは副業ですね、ほぼほぼ。なので若干皆さんと状況が違ったりとか被るところもあるかと思うんですが、整理をすると僕は2年ぐらい、たまに触るぐらいの感じで動画編集をやってました。そこから1年間やりました。1年目はほぼほぼ副業かつ独学でやってました。最後の2ヶ月ぐらいをスクールに入ってしっかり勉強して過ごしたみたいな感じになってます。具体的な日付で言うと、2020年の4月に始めて2021年の3月までのデータですね。最初の方はデータがないんですが、月収の推移みたいなグラフも出してるので、そちらもお見せできればなと思っております。で、僕の場合はですね、もともといろんなのを作ってたっていうのもあって、営業を始めて最初のうちすぐ案件が取れたんですね。それもまあまあ大きなインフルエンサーの方ですね。名前は言わないですが、編集自体はそんなに難しくなかったです。最終的にその人は一旦動画投稿をやめてしまったので、そこで仕事も途絶えてしまったんですが、そこまではね、非常にたくさんお仕事いただいて有意義な時間を過ごせたんじゃないかなと思ってます。僕はですね、最初のうちは副業だったので、本業が9時から夜の6時とか7時とか、そこから家に帰ってすぐご飯食べていろいろ準備をして、9時過ぎぐらいからすぐ副業を始めました。9時ぐらいからだいたい1時とか2時とか、僕の場合は時間で区切るっていうよりかは、今日終わらせなければいけない動画を終わらせるまでやるっていう感じでしたね。普通に3時とか行く時もあったかなっていう風に思ってます。そこからまた次の日出社してみたいな。なので結構眠かったですね。ただ動画作るのはすごい好きだったですし、僕もよく見てたインフルエンサーの方だったので、非常にモチベーション保ちながらしばらくやれてました。そのインフルエンサーの方からの発注が止まってからも、お金もっと稼ぎたいなっていう風に思い始めて、いろんなお仕事探したりとか、いろんなチーム入ったりとかですね、サロンに入ったりだとか、結構いろんなことをやってました。独学だったので、いろんなところから情報を集めようみたいな、そういう風な立ち回りをしてましたね。月収の推移で言えば、最初の月で8万円とか稼げて、次が6万円、その次が10万ぐらい行きましたね、7月で。そこからちょっと低迷して8万、7万、6万とか、その辺をうろちょろしてたみたいな感じですね。10月ぐらいから10万円以上は安定してきて、10月、11月、12月、1月と10万円前後をずっとうろちょろしてた感じですね。そこで僕としては副業の限界が来たかなっていう風に思ってました。ただその時は本当に低単価の案件で疲弊してましたし、低単価の案件をやることでスピードはもちろん身についてはいたんですが、なんとか納期に間に合わせようみたいな、そういう生活がずっと続いてましたね。これを見てる皆さんの中にもそういった方もいらっしゃるんじゃないかなと思うので、ここから僕がどうやっていったか、そこをもうちょっと深掘ってお話しできればなと思います。収入の話に戻るとですね、収入の内訳としては編集メインですね。僕の場合は1月末で仕事を辞めて、2月からフリーランスになってスクールに入り始めたんですね。今僕が講師をしている AIM クリエイターズカレッジですね。そのあたりの細かい話とかは僕の LINE から自己紹介動画で見れますので、ぜひ興味があればそこからご覧ください。そこでね、いろいろ教えてもらって営業の仕
方とか、どうやって価値を提供していけばいいのかとか、どういうふうにクライアントと交渉していけばいいのかみたいな、そのあたりをしっかり勉強して実践した結果、こんな感じで2月に入ってから右肩上がりで伸びていったんですね。本当にやり方を知らない人はめっちゃ損してるなってその時思いました。なのでこれを見てる方の中で独学でやってらっしゃる方すごくいいと思うんですけど、独学だけだとどこかでね壁にぶち当たると思うんですね。その壁を越えるにはやっぱり誰かにアドバイスをもらったりとか相談したりしないとなかなか難しいんじゃないかなっていうふうに思います。なのでぜひね、壁にぶつかった時は僕に相談していただいてもいいですし、学べる環境に投資をするっていうことも一つ選択肢として持っていただくといいんじゃないかなっていうふうに思ってます。ではですね、ここまでで月収のお話終わってはしまったんですが、じゃあここからどうやってこんなに右肩上がりしたんやっていう話になると思うんですね。そこが皆さん一番興味あるところだと思いますし、こんぐらい稼いでいる方と稼げてない編集者、ここの開きがだいぶあると思うんですね。しっかり稼いでいくためにはここをお話しできればなと思います。まずステップ一つ目ですね、しっかりと仕事の環境を整えるっていうところですね。道具で言えばいいパソコンですね、あと動画編集ソフト、ネット回線、これはマストです。逆に言えばこれさえ揃ってれば正直あとは自分のスキル次第かなっていうところですね。パソコンについてはですね、 Core i5 以上、メモリが 16GB 以上、よく言えば 32GB とか、僕は 64GB のやつを使ってます。 SSD は 512GB 以上、これは外付けで増やせるのでこれぐらいあればいいかなっていうところですね。画面サイズもできる限り大きいものがいいかなっていうふうには思います。細かい部分の作業とかが大変になっちゃうので、こちらに関しては他の動画でもご説明してますので、ぜひそちらもご覧いただければなというふうに思います。動画編集用ソフトに関してはプレミアプロ一択ですね。やっぱりプレミアプロ指定の案件が非常に多くてですね、プレミアプロを使ってないとなかなか案件も獲得できないんじゃないかなというふうに思います。もちろん最近の流行りだとゆっくり実況とかもありますけど、そういったニッチなソフトに手を出すっていうよりかは汎用性の高いプレミアプロを使うのがいいんじゃないかなというふうに思ってます。このあたりの動画編集ソフトの話も別な動画でしてますので、ぜひこちらご覧ください。あとネット回線ですね、これはもう当たり前なんですが、動画ってかなりデータ容量の大きいものを扱うんですね。だからこそやり取りも100ギガ単位のやつとかも結構あったりするので、そういうのをダウンロードするだけでもかなり時間かかってしまうんですね。だからこそちゃんと光回線つなぐっていうのはマストかなと思いますし、ポケット Wi-Fi 使ってる方とかは絶対 NG ですね。ただ他の動画でも話してるんですが、僕のこの地域ですね、有名な光回線が通りませんと、対象地域以外ですみたいな感じになっちゃって、結構探したので、田舎に引っ越したいっていう方に関しては、その田舎でちゃんと光回線つながるのかっていうのも調べておくべきかなと思います。ただね、本当に辺境の地に住んでるんで、こんなに田舎に引っ越す人もなかなかいないとは思うんですがね。ステップ2つ目、スキルを身につけろっていうところですね。こちらに関しては動画っていうとですね、シネマティックな映像とか企業の VP とかアニメーションとか、あとはウェディング系のムービーですね、そういったものもお仕事は多いんですけれども、一番初心者の方が手を出して稼ぎやすいっていう面で言えば、やっぱり YouTube の編集とか TikTok、インスタリール、YouTube ショートとかのショート動画の編集ですね。この2つみたいに SNS 動画を仕事としてやるのが一番いいんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱり初心者の人が入って、仮にねすごく高度な編集技術、カメラもすごくいいものを持っていて、それでログ撮影とかをして、そこに色味をつけて音声も調整してすごい作品を作りましたって言ったところで、名前も何も売れてなければ全く仕事になんないわけですよね。そういう技術を2年とか3年かけて身につけてお仕事にしようと思ったところで、結構無駄な時間を過ごすんじゃないかなっていうふうに僕は思ってます。実際僕も独学でやっていて、いろんなところから情報を取っていたので、そういうかっこいい映画風の映像とか、ウェディングムービーとか、アフターエフェクト使えなきゃいけないのかなとか、そういったことを結構考えていろいろかじったりしたんですけど、稼ぐことはできないんですよね。もちろんそれでうまくいく人もいると思うんですけど、やっぱりそういう技術に関しては一長一短で身につくものではないですし、いろんな経験していろんな素材に触れないとやっぱり難しいかなと思います。なおかつ一番難しいのが仕事を取るっていう面ですね。ここが難しいかなっていうふうに思ってます。その反面 SNS 動画に関しては需要が高いですし、クオリティが高い動画が伸びるわけではないんですよね。なのでどういう動画が伸びるのかとか、そういう知識をつけていく方がある程度とっつきやすい分野かなっていうふうには僕は思ってます。動画編集の学び方については、僕もそうでしたが、全然 YouTube で独学で OK です。これでできる人は全然いけると思います。ただ体系だったカリキュラムになってた方が分かりやすいっていう方は教材買った方がいいと思いますし、誰かに教えてもらったりとか、誰かに質問できる環境が欲しいとか、サボってしまうから誰かに葉っぱかけてほしいみたいな、そういう方に関してはスクールとか誰か講師がいるような環境に投資をするっていうのが大事かなっていうふうに思ってます。僕の場合は独学で散々やって、スキルはねある程度身についたというか、日本語で検索すると一部の人しか出てこないんですけど、英語で検索するとね結構チュートリアル出してくれてる方たくさんいるので、そういった方を見てると、それだけでだいぶ編集のスキル身につくんじゃないかなっていうふうに思います。ただ
ただ僕の場合はその先の営業部分ですね、ここが全く分からなかったですし、人脈もなかった、プラス田舎に住んでいて周りに誰もいないっていうのもあったので、スクールに入っていろんな人との人脈を作る、プラス営業の仕方を教えてもらったっていう感じですね。なのでまだスキルを身につけてないのであれば、スキルを身につけるための教材買ってもいいと思いますし、僕のおすすめとしては一旦独学で検索して自分で手を動かしてみて、まず動画編集が向いてるのかどうかっていうのを確認していただくのがいいかなっていうふうには思ってます。その上で僕もさっき言いましたけど、いろんな情報に踊らされてプレミアプロ以外のものも触ったりとかしてたんですね。そういうのももちろん映像技術を極めたいっていう方であればいいんですけど、おそらくですけど皆さん需要があるのって動画編集を副業にしたいとか稼ぎたいっていうところだと思うので、そういった意味ではプレミアプロ一択でまずは集中してスキルを身につけていただくっていうのがいいかなっていうふうに思ってます。どんだけ独学が得意な人でもそれに見合った成果が返ってこないとやめてしまう人とかもいらっしゃると思いますので、僕の場合はちゃんと稼げたっていう実感があったので、それを元に続けてましたし、投稿した動画がね誰かに見られて反応があったりするとそれもすごく嬉しくて、それがモチベーションにつながっていました。やっぱりどんだけ努力できる人でも成果が上がったりとかしないとモチベーションにつながっていかないんですよね。なのでまずは収益に結びつけるために最短距離で進んでいただくのがいいかなっていうふうに思ってます。スキルについてまとめると、編集スキルだけで言えば全然独学でもいきますと、ただ時間がかかってしまいますね。なのでショートカットしたい方とかは何か有料教材を買っていただいたりとかするといいかなと思います。もしくはサポートがついてるかどうかですね。ここも自分がサポートが必要なのかどうか判断していただいて、もしねサボりがちな人とか誰かにズームとかで教えてもらわないとなかなか厳しいっていう方は、こういうサポート付きの教材を買っていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。ステップ3つ目、ポートフォリオ営業文を用意しましょう。動画編集の営業に関してはオフラインでもいいんですけど、全然オンラインで大丈夫です。実際僕がオンラインだけでたくさんお仕事取れているので、全く問題なくオンラインで取れるかなと思います。オンライン上ではですね、クラウドワークス、ランサーズ、ここならみたいなクラウドソーシングサイト、あとはですね SNS ですね、 Twitter、Instagram、YouTube、TikTok、 このあたりで動画編集者を募集している方が結構いらっしゃいます。そこに対して募集文がありますので、それを見てそれに即した営業文、提案文を作っていただいて、そこにですね YouTube の限定公開リンクで自分のポートフォリオ動画ですね、こちらをつけて送っていただくっていうのがよくある流れかなというふうには思ってます。ポートフォリオに関してはですね、自分が編集した動画ですね、例えば僕みたいにこんな感じで自分の動画を撮ってですね、自己紹介動画ですみたいな感じで提示してもいいと思いますし、何か制作実績があるのであればそちらを載せていただくのがいいかなと思います。大事なポイントとしては自分の制作スキルが分かるものですね、これを載せていただくっていう点ですね。プラス相手が募集文で何か提示してると思いますので、そちらに即した動画化っていうのも非常に大事かなっていうふうに思ってます。例えばビジネス系の動画なのであればビジネス系の動画、エンタメ系なのであればエンタメ系、 Vlog なのであれば Vlog、 見本動画があってそれを完コピしてくださいっていう課題なのであれば 100% 完コピするぐらいの勢いでやっていただくっていうところですね。文章に関して言えばもちろん社会人として適切なものを送っていただくっていうところを意識していただいて、なおかつ相手が求めている情報をちゃんと提示できているか、ここをしっかりと意識していただければいいかなっていうふうに思います。ステップ4つ目ですね、案件を獲得するっていうところです。こちらに関して言えばさっきも言った通りクラウドソーシングサイトですね、クラウドワークス、ランサーズ、ここなら、それから SNS ですね、 Twitter、Instagram、TikTok、YouTube など、このあたりで編集案件があります。それ以外にも知人からの紹介とか、そういったところからも案件取ってらっしゃる方非常に多いですし、実際僕も先輩後輩から紹介いただいた案件をやってたりするので、ぜひ皆さんも周りにね動画編集やってますっていう風にアピールしていただくのも非常にいいかなと思いますので、やってみてください。最初のステップに関して言えば、初心者の方は単価が安いとか関係なしに、まずは仕事の流れをつかむっていうことを意識していただきたくて、まだ始めたことのない方って絶対にどうやって動画の素材が来て、どうやって編集して、どうやって納品して、どうやって報酬もらうのかみたいな、そういったところで全然わかんないと思うんですね。なのでまずはそこの一連の流れをしっかり確認していただいて、その上でいろんなジャンルの経験を積んだりだとか、一個ジャンル深掘ってもいいですし、ショート動画をやってみてもいいと思います。そういったところでしっかりとスキルを深掘りしていって経験を積むっていうことを意識していただくといいかなと思います。プラスアルファでもし可能であれば公開可能な案件を集中してやるっていうのもベストかなと思います。始めたばかりの頃って実績は何もないと思いますので、そういった動画を作って公開可能な案件を制作をして自分の実績として載せていくっていう感じですね。この動画を見てる方の中には全然案件取れませんっていう方もいらっしゃると思うんですけど、案件が取れるためにはですね、まずは営業文を見られて、ポートフォリオを見られて、話をしたりとかズームをしたりとかして最終的に採用されるわけですね。案件が取れない方っていうのはそもそも営業文が見られてません、ポートフォリオも見られてません、文章とかテスト動画とかズームの際にミスをやらかしてる、
で採用されないっていうことになってしまってるんですね。なので皆さんが考えるべきは、まずは営業部のポートフォリオを見られるようになるっていうところですね。ここに関して言えば、もちろん数を打つっていうのも大事ですし、ジャンルを絞ってもいいと思います。あとは自分がどうしても取りたい案件があるのであれば、そこに一点特化して応募しに行くっていうのもありかなと思います。このあたりは他の動画でも深掘りしていこうかなと思ってますので、ぜひそちらも見てください。あとはですね、1回作った営業部、それで終わりではないです。僕はもう30回以上営業部は更新して新しいものにしてます。常に最新の情報をアップデートして改善していく、ここを繰り返していく必要があります。あとはもちろんポートフォリオもどんどん新しいものにしていく必要がありますね。ポートフォリオ動画が見られてるかどうかの確認方法としては、皆さん YouTube の限定公開リンクを載せると思うんですね。自分のチャンネルに限定公開をしてアップしたものを載せていればですね、営業文を見てポートフォリオをクリックした人だけ視聴回数が増えていくので、視聴回数が増えてるかどうかで判断できるんですね。逆に言えば、何百回と見られてるのに全然案件が取れないっていう方は、ポートフォリオ自体のスキルが低いんじゃないかなっていう風な判断ができるかなと思います。ステップ5つ目ですね、しっかりとリソースを埋めて単価アップを狙いに行くっていう段階です。最初にも言いましたが、初心者の方に関してはすぐ高単価な案件っていうのはなかなか難しいと思います。なので低単価でもいいので、しっかりと自分のリソースを埋めに行く動きっていうのをしていただきたいなと思います。リソースを埋める利点としては、自分の限界が分かるっていうところもあるかなと思います。この先いろんな案件関わっていく中で、自分の限界、これぐらい仕事を抱えたらもう無理ですっていうのが分かっておいた方がいいんですね。早い段階でそこを理解しておくっていうことは非常にその後も役に立つので、ぜひやっていただきたいっていうのと、やっぱりそれだけ数をこなすことによってスキルもどんどんついてきますし、編集スピードも上がってくるんですね。だからこそ最初のうちはちょっと大変なんですけど、まずはそこをやっていただきたいっていうところですね。ある程度リソースが埋められていればですね、それぞれの作業時間にもよるんですが、だいたい5万円から10万円ぐらいは稼げるんじゃないかなっていうふうに思います。実際僕が副業でやってた時も、平日はね2時3時までやってましたし、休日はほぼ丸1日編集してました。その時間があって、今はですね、ある程度編集スキルもつきましたし、スピードも上がったんじゃないかなっていうふうには思ってます。ここから本業にしていくためですね、さらに収入を増やしていかないとダメなわけですよね。そうなった時に単価アップをしていかないといけないです。単価アップをするためのポイントとしては、替えが利かない編集者になる、クライアントから依存されるような存在ですね。プラス相手の手間を省いて、なおかつ相手の要望を叶えられる編集者になるっていうところですね。この2つを満たすために、例えばですけど動画編集以外の仕事も巻き取りに行ったりだとか、自分が担当した動画だけすごい伸びるとか、コミュニケーションコストがかからないし、要望するものがすぐ一発で伝わるとか、そうなるとクライアントもあなたにお任せしたい、あなたに振るのが一番楽だみたいな感じに思ってくれるわけですね。その状態になって初めて単価交渉をしていきます。よくあるのが、作業工数に全然見合ってないとか、単価が安いから単価交渉しますとか、そういうの全然関係なくてですね、クライアントがあなたに価値を感じてくれていない状態なのであれば、絶対単価は上がらないです。なのでまずは相手に価値提供をするっていうところを意識してやってみてください。それを踏まえて、動画を頼みたい個人とか企業はどういうことを思ってるのかっていうと、自分たちの社員とかいつも雇ってる人たちに動画編集を覚えさせるっていうのは手間なわけですよね。なおかつプロの人にやってもらった方が楽なわけですよ。だからこそ外注したいっていうニーズがあります。例えばですけど、社員として雇うってなったら、僕ら個人事業主に発注するよりも社会保険とかの関係でコストがかかってしまうんですね。なのでそういったところも踏まえて、フリーランスとかに外注したいわけですね。要は手間を減らしたいわけです。プラスアルファで動画を使って集客をしたりだとか、 PR をしたりだとかして、自社の売上を伸ばしたいわけですよね。なのでよくいる低単価で消耗している方っていうのは、作業の部分の外注先にしか慣れていないっていうところですね。クライアントの目的としては、動画を活用して自社の売上を伸ばすっていうところをメインでやっていきたいはずなので、そこに対してどういうことができるか、どういうふうなプラスの働きかけができるかで、自分の単価とかも全然変わってくると思いますし、クライアントから求められる人材になれるんじゃないかなっていうふうに思います。なので皆さんが意識すべきことは、どういう動画が最適なのか、それぞれの SNS プラットフォームでですね、プラスどういう動画が伸びるのか、あとはそのクライアントが動画を出す目的をしっかり理解するっていうところですね。プラスコミュニケーションコストをかけさせない、即レスをしたりだとか、 Q&A がずれるとか、そういったことを発生させないっていうところですね。このあたりをしっかり意識をして改善を繰り返していけば、クライアントから求められる編集者になれるんじゃないかなっていうふうに思います。今動画編集をやってる方に関して言えば、考え方の部分がかなり足りてない人が多いんですね。当たり前のことをしっかりやれる方が参入すれば、全然稼いでいける市場になってますし、他の編集者の方にも勝っていけるっていうふうに思ってます。なので今お話ししたことをぜひ意識してやってみてください。ステップ6
つ目ですね、ディレクターになるっていうところですね。ここに関して言えば SNS 動画ってかなりたくさん出すわけですよ。数を打ってその中で改善を繰り返していくわけですね。テレビ CM とかそういう風に一本大きなものを作るっていうよりかは、視聴者に何回もアプローチしていかないとなかなか認知されなかったりだとか効果が出なかったりします。だからこそたくさん動画を作る必要がありますと。でその中で良い編集者に動画の案件って集中してしまうんですね。そうなるとどこかで仕事がパンクしてしまいます。なのでそのタイミングで外注を考えるっていうのもやるべきかなと思います。ここに関して言えば動画を作るスキルとは全く別にはなるので、もっと稼ぎたい方とか人の管理とか得意な方はディレクターになることをお勧めしますが、自分で手を動かすのが好きとかそういう管理の仕事が苦手っていう方に関してはひたすら自分の限界まで編集案件を積み重ねて、プラスより高単価な案件とかそういったところを狙いに行くのがいいんじゃないかなと思います。仮にディレクターになるとしてどこで編集者を探すかって言ったら、クラウドソーシングサイトとか SNS になります。クラウドソーシングサイトも SNS に関してもですね、たくさんいろんな編集者から応募が来るわけですね。中にはね、全然営業部にもなってなかったりとか、ポートフォリオ動画が1個もついてなかったりとか、全然募集文読んでなかったりとか、そういう方もいらっしゃいます。なのでしっかりそこで選考基準っていうのが必要になってきます。そのあたりね、クライアントと相談したりとか、どういう経験を持った人が望ましいのか、そういったところを洗い出していただいて、しっかり募集条件に加えていただく。プラス複数候補がいて悩むっていう時に関してはテスト動画をしたりとか、ズーム面接したりとか、そういったのを挟むとあまり失敗しないかなっていうふうに思います。僕の場合はですね、必ずテスト動画を挟んでその人が本当にスキルがあるのかっていうのを見るようにしています。たまにあるのがですね、ポートフォリオ動画として載せているものがクオリティ高いのに実際お願いしたら全然できないみたいなことがあるんですね。おそらくそのポートフォリオ動画はディレクターがいて、その人が修正してくれたものが公開されてるっていう感じだと思うんですが、そういった風に実際に持ってるスキルを確かめる意味ではテスト動画すごく有効なので、ぜひやってみてください。その後ですね、外注するにあたってしっかりとマニュアル作りをしましょうというところですね。テキストである程度情報をまとめてもいいと思います。どういうチャンネルでどういう編集が好ましくて、ベンチマークするチャンネルはこれで、編集の設定とかはこういう感じにしてくださいみたいなものをまとめてあげられると編集者もすごく分かりやすいかなと思います。プラス編集のテンプレートですね、プレミアプロでテロップのデザインとかをあらかじめ作ってテンプレートデータとしてまとめて編集者に共有しておくこともすごく大切なので、ここもぜひやっていただきたいなというふうに思います。ここで一つ意識してほしいこととしては、どれだけ作り込んでも 100% 見て理解してくれる編集者はいないっていうところですね。それを踏まえてどれぐらいのクオリティで出せるのかとか、どれぐらいフィードバックした方がいいのかみたいなところをコントロールしていただくイメージかなというふうに思います。僕の場合、最初にお話ししたテキストベースの指示書っていうのは、修正指示があった時に指示書のここを見てくださいみたいな感じで指示を出すようにしています。なので後から見れる時点みたいな感じですね。そういうふうに使っていただくのも一つ手かなというふうに思います。ディレクターのお仕事に関してはですね、人の管理と一番大事なのが動画の品質管理になるんですね。誰が作っても同じようなクオリティの動画を出さないといけないです。なのでこのあたりの教育と仕組み作りっていうのは非常に大事ですし、ただね、案件もらったものを横流しする、これはディレクターでも何でもないので、そういったことはねやっていただきたくないなっていうふうに思います。そういうことをしても結局編集者もそれ分かってるので、だんだん離れていくんですよ。この人についてても意味ないなっていうふうに。なので結局自分が損する、しかもですね、クライアントからの評価も下がってしまう可能性も結構ありますので、そういったことをせずにちゃんと真摯にクライアントにも編集者にも向き合うっていうことをやっていただきたいなっていうふうに思います。ステップ7ですね、自分の時間を確保するっていうところですね。ステップ6でお話したように、ディレクターとして編集者を雇って仕組み化をするっていうところで自分の時間をできていきます。この空いた時間でしっかり収入源を増やしに行くっていうところですね。そのクライアントに対してサムネとか企画とかチャンネル運用とか別な仕事を巻き取りに行ってもいいと思います。僕が意識してるのは、ちゃんと編集費も確保して雇っている編集者の方にもちゃんと稼いでもらうっていうことをしてます。やっぱりこうすることによってお互いね、いい関係築けますし、ずっと僕のパートナーとして活躍してくれるわけですよね。だからこそウィンウィンな関係を築いていくっていうのは非常に重要かなっていうふうに思ってます。空いた時間で雇ってる編集者の方にもっと仕事を振るために新しい案件を取りに行ったりだとか、新しいスキルを身につけてどんどん営業していくわけですよね。なので僕の場合はデザインのお仕事で言うと、サムネイルとかポスターを作るお仕事とか、あとはパンフレットですね、こういったお仕事もクライアントから頼まれてやっております。それ以外にも LINE 公式アカウントの構築運用ですね、ここもさせていただいております。こういう風にね、収入源をいくつも確保するっていうところと、ディレクターとしてやってるのであれば、雇ってる編集者の方は社員みたいな存在なので、しっかり大事にしていただいて、その方たちのためにもちゃんと営業してお金を稼ぎに行くっていうところをやっていただきたいなっていう風に思っております。
はい、ということでいかがだったでしょうか。今回はですね、動画編集始めて1年目の僕の月収暴露しますっていうテーマでお話ししてきました。最後の方はね、どうやって稼いでいけばいいかみたいなところまでお話しさせていただきましたが、ぜひ参考にしていただければなと思います。ほとんどの方が今お話ししたようなステップを経験をして稼いでいくっていうような状態になります。なので皆さんに関しても今お話ししたステップは意識してほしいですし、まとにお仕事していればしっかり積み上がっていくわけですよね。ただもちろん努力はするんだけど、このステップ間違いたくないとか、最短最速で登りたいとか、そういった方は教材を買ったりとか、誰かに教えてもらったりとか、スクールに入るっていうことをしていただくといいんじゃないかなというふうに思っております。このチャンネルでは動画編集で稼いでいきたい方、住む場所を選ばず田舎で在宅フリーランスがしたい方、そういった方に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録と隣のベルマークのクリックもよろしくお願いいたします。僕の LINE 公式アカウントでは、田舎で動画編集を始めて月収100万円を達成するためのロードマップっていうテーマで動画をお配りしております。興味ある方はぜひ概要欄からご登録していただいて受け取ってください。それからですね、僕が講師をしているM クリエイターズカレッジの詳細も LINE の方からお問い合わせいただけますので、ぜひそちらからご覧ください。ということで今回の動画は以上になります。今回のお話っていうのは、動画編集に関わらず全てのスキルにおいて再現性のある方法かなっていうふうには思っております。今後もね、動画自体の需要っていうのはどんどん高まっていく予想ですので、動画編集の需要もまだまだ高まっていくんじゃないかなと思いますので、まあ、動画編集始めたい方もぜひね、 YouTube のチュートリアルとか見ながらまずは手を動かしてやってみるっていうことをお勧めいたします。その上でもっとショートカットしたいとか、そういった方は教材買っていただいたりとか、僕に全然質問していただいてもいいので、ぜひコメントとか LINE の方でメッセージいただけるとすごく僕も嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。